はい、こんにちは。フリートコンバーツ、これね、iPhone、iPad のアプリでございます。タワーディフェンスなんだけど、ちょっと変わってるんですよね。海上戦ですね。最初はもう戦艦無双なんですよ。戦艦置いときゃどんどん勝てる。でも空母が出てくると、一気にもう射程外から撃たれて、無双されてしまう。ならばこっちも空母を出そうとなると、もう空母だらけになっちゃう画面。そんで射程外で戦闘機飛ばして勝ってしまうっていう、まあ、ちょっとそういったね、第二次世界大戦の後半をね、沿ってしまうかのような展開が楽しめる。でね、ちょっと変わってる点があって、フリゲート艦、これがまあバトルシップのね攻撃範囲だとすると、ここに入ってきた敵は当然自動小銃してくれるんですけど、スキルを持っててエグゾゼとかいろいろあるわけで、これを選んでこの射程外のところがこう撃てるんですね。戦艦のうちのうちになってくると10個20個出しちゃうんで、とても夢じゃ追っつかない。なので基本的にはこの範囲でやるんですけど、空母に関してはやばいんですよ。もう画面全体が撃てたりね、まあそういうことはやって楽しんでくださいという感じですね。ちょっと変わった感じではあります。1点だけ残念だなっていうのがあって、早送りができません。タワーディフェンスとしてはちょっと致命的な早送り機能がありません。だからもうちまちまやってる感じですね。うん、私はこれドイツから帰ってくる飛行機の中でずっとやってクリアしました。結構面白かったかな。うん、おすすめでございます。そんなわけで iPhone、iPad ゲーム、フリートコンバートの紹介でした。バイバーイ。